こんにちは、松平健です。今日はですね、以前に撮りました、徳川家康のですね、そのドラマのことをちょっとお話ししたいと思います。私が時代劇の大物俳優ということでですね、こうオファーを受けまして、そこに本物の徳川家康が、タイムスリップして降りてくるという、その白川っていう役なんですけども、白川慎太郎っていう役が私なんですけども、時代劇の大御所ということで結構プライドを持って、今までやってきた、そういったプライドをですね、傷つけられるっていうんですかね、その本物の徳川家康とその白川が演じるその徳川家康、それのこうやり取りっていうんですかね、そういったところでやっぱり今までやってきたこの時代劇がその現代ではなかなか通用しないという、ちょっと寂しい思いをしたり、そんなところで新しいその時代劇徳川家康というのをこう作っていく話なんですね。そうですね、今回の脚本が私に合わせたところも多分あると思うんですけどもね、そうなんですよ。だから今までこの徳川家康っていうのは歴史的にやっぱりそのいわゆる天下取ったっていういいそのイメージがあって、かっこいいところは結構あるドラマっていうのが今までずっとあったもんですからね、今回はその今までそのかっこいいところじゃないその裏のかっこ悪いところをやろうじゃないかという、それをリアルにやろうじゃないかという話で、そのかっこ悪い徳川家康のドラマに仕上がったっていうんですかね、ではこのメイキングのこの動画を見ながらお話していきたいと思います。この場だけなんかちょっと別の次元で、おじさんばっかり並んで連絡マツケンチューブ。今回このお二人がいるんですね。そうですね、この三宅さんが徳川本物の徳川家康役で、初めての共演なんですけどね。三宅さんって、現場でなんかどのような方ですか。そうですね、初めて共演させてもらいましたけども、こういう昭和ドラマっていうのはもう3作目らしいんですね、これで、大変個性のある舞台でもすごい活躍してて、面白い芝居をするっていうんですかね、ここは後の世か。後の世にも影響を与えとるのか。さすが家康。現場で何かお話しされたりしました？そうですね、現場ではあんまり話すことはなかったですね。大体私があんまり現場で喋んないんで これは何をされると思いますか。今大変人気のある 2.5 次元の方も一緒に、共演されて、これは新しい、だから時代劇を作るってことで、もう変身して戦いの場面で、2.5 次元の俳優さんたちがこう現れると。だから今流行りの君にちょっと似たっていうか風に、紛争してですね、戦いをするわけですけども、これはだから歌いながらちょっと踊りながらみたいな、この場だけなんかちょっと別の次元の撮影ですね。結局、今までのもう時代劇はちょっと時代遅れだっていう話になって、これからもう何でも受け入れてやってみようということで、こういうものも取り入れてっていう。これは私が何ですか、その役に扮してその役じゃないけど、そういう紛争して、
成敗。ご覧になられました？うん、あの見ましたけども、これやること知らずに見に。あ、もちろんもちろん。あとはこれやるとは思って。うん、ねえ。いや、雰囲気的には見といてよかったかなっていう。そう、こういうコスプレって久しぶりなんじゃないですか。その、まあ、サザエさんとかいろいろ。ああ、まあそうですね。まあだから紛争がガラッと変わるから面白いのは面白いですけどね。気分こういろいろ変えられて、うん、2.5 次元デビューみたいな。ああね、みんなかっこよかったね。うん、さすがに、うん、これはもうね、おじさんばっかり並んで、いわゆる日風の踊りをみんな鎧つけてやるんだもんね。これ鎧着ながらってすごく大変じゃないですか。うん、まあその動きがやっぱりね、制限されるんで。おお、これは直前かな。うん、え、見てもらってた？なんとなくこんな動きになりますっていうのだけもらってました。ああ、そうか。ほとんど現場ですよね。そうね。うん。まさね、時代劇でこんな踊りやるとは思わなかった。これが時代劇です、ね。これがあの劇中劇で戦地から逃げる徳川家康です。うん、そうですね。うん。まあ、いわゆる負け戦の時にやっぱりあの逃げていく最中に脱粉したりっていう。家康様は無残な敗北をし追われていた。殿、こちらへ。茶屋で、うん、実際本当に無線飲食するんで。そうですね、やっぱりそこの茶屋の名前が今でも残ってるっていう地名になってるみたいな。うん、なんか本当に史実のなんていうか裏を書いてるっていうか。そうですね、まあ、こんなこともあったというのは多分残ってたんだ。こんな感じで、うん、なんかやっぱり今までの時代劇とは全く違う。そうそう、なんでしょうね、まあだからまあ コメディっていうのかな。、うん、まあだからこういう最後にはでもあのかっこいいところもあって、立ち回りをふんだんにこう見せられる、うん、いろんな形で。マスケンチューブ、このですね、徳川星家康、5月22日、夜の9時からですね、放送されますんで、時代劇チャンネル、専門チャンネルですね、時代劇専門チャンネルで、放送されます。5月22日夜9時、ぜひ、見ていただきたいと思います。何でもありの時代劇、かっこいい、2.5 次元も出てます。皆さん、豪華なキャストでやってますんで、ご覧ください。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録ボタンをクリック。次回もご視聴よろしくお願いします。